じゃこんにちは。さあ、もうこの動画の、シリーズ企画が待っている、年次ものです。前回は、はい、1993年をやったので今回は95年です。で、ね、だんだんやっぱり近づいてきますね。こう現代に。はい。まだ遠いよ。まだ遠いよ。2020年だからさ、もう。あ、そっか。25年前のことを振り返ってんだよ。まだ古かった。見てる人たちは、はい、なんか記憶新しいよね。でよく知ってる。でコメント欄見てるとさ、あ、こういう情報もありますよみたいなさ、すごいよな、やっぱな、皆さんの記憶って。やっぱそうですね。やっぱそれだけすごい野球愛が溢れる方が多いってことですよね。そうだね。でこの95年、まずセ・リーグ優勝したのはヤクルトです。そうだね。ヤクルトが強くなってきたね。そうです。で2位のカープに8ゲーム差。で3位がジャイアンツで4位横浜ベイスターズ、5位中日ドラゴンズ、6位阪神タイガースということで、はい、5位と6位の中日阪神のゲーム差がすごいですね。36っていう。いやだからさ、はい、この時点ではまだクライマックスとかないし、もう消化ゲームに入ったら若手をどんどん使ったりとかして経験を積ませたんだよね。だからもう今年はもう無理だって思うとさ、はい。まあ手を抜くんじゃなくてメンバーを変えていったりとかしてたよね。そうですね。だからこのゲーム差になってしまうということですよね、勝敗の。そうそう、だからベイスターズなんかは、はい、選手がある程度揃ってきてるんだよね。ちょっとずつ。いやだから5割、4位でも5割超えてるでしょ。そうなんですよ。借金もないし、2つ貯金ありますし。それで4位だからね。今なんか3位でも5割切ってる、5割ギリギリとかさ、はい、そういうのがあるのも。かかわらず、はい、まあ4位で5割以上あるというね。まあいいですよね、成績的には。悪くはない。はい。ただもう豊さんは横浜にいない。ないんだよ。引退して1年目だから。そっか。もう外側から見てたってことですね。そうそう。はい。じゃあ一方のパ・リーグですけれども、優勝したのはオリックスです。もうダントツ2位の。いやでもね、まあ後から話すけど。はい。頑張らなきゃいけない理由があったんだよね、この年はね、オリックスが。でもそれを見事にね、はい、叶えてくれたというかさ、だからこの年の、オリックスブルーウェーブ、はい、立派だったと思うよ。で、2位の千葉ロッテにはもう12ゲーム差をつけて圧倒的な優勝でした。はい、で、2位が千葉ロッテマリーンズ、そして3位に西武ライオンズ、で4位、日本ハムファイターズ、5位、福岡ダイエーホークス、6位、近鉄バファローズと。はいいう順位になっています。で、日本シリーズはヤクルトとオリックスで行われ、ヤクルトが4勝1敗で2年ぶり3回目の日本一になります。この時さ、徹底して、はい、イチローを封じにいってるんだよね。ノムさんがですか？ああ、高めで。ああ。で、イチローの守備、はい、イチローの時に飛んだら、打ったバッターは絶対セカンド行けって。ノンストップでいけって、どんな状況でもって。なぜかというと、イチローは1人で投げる、キャッチャーまでカットマンを使わないから、打ったバッターは必ずセカンドを狙えって、もうそれを徹底してやったんだよね。すごい分析。イチローはもう高めばっかりを攻めたんだよね。はい、ゴロ転がると内安打の確率が上がるから、はい、低めだとね、でも高いとフライになるから抑えられるっていう計算で、高めばっかりを攻めたんだよね。面白い日本シリーズだったよ。うわー、ちょっとなんか改めて見たいですね。結局じゃあイチロー選手はそんな打てなかったってことですか？このそんなに打率は最初は封じられた。でもね、さすがイチローだよ。最後の方には対応はしてきてた。やっぱすごいですね、それはイチロー選手って。まあだけど、まあヤクルトがね、やっぱ勝ってしまう。で、この年どういった選手が活躍したか、個人のタイトルが今出てると思うんですけれども、まあパ・リーグの方に行けばもう一郎一色だよね。いやもうそうですね。でこの年飛ばないボールかなんかが導入されたかどうかわかんないけど、はい、小久保のホームラン王が28本かなんかで取れてるんだよね。あ、少ないですね。ヤフオクドームっていうことも考えると本数は減ると思うけど、他の球場でも打てなかったっていうね、みんなが。あ、じゃあもしかしたらそのボール導入された年だったのかもしれないですね。わかんないな。はい。まあイラブの239個奪三振。これはすごいですね。なあ、すごいし、うん、まあ広島がタイトル取ってるけど、なかなか浮上していけないというね。はい、そういう、うん、そうですね。見てるとそれがわかりますね。ただやっぱりパ・リーグのやっぱりこれはイチロー選手がまあ突出した。年だったんだな。まあそりゃそうだな。はい、もう、ね、プロ野球がイチロー一色じゃないかっていうぐらい、はい、イチローが目立ってたシーズンだったと思うよ。そうですね。うん、で、ベストナインはご覧のようになっています。はい、どうですかベストナインも。あ、松井秀喜が入ってきたなっていうね。そうですね、外野手のところ。はい。やっぱこの若くしてさ、はい、もうスポッと入ってくるあたりがやっぱり実力者だよね。うん、やっぱりすごい高校生。だったね、入ってきたっていうことですもんね。ベストナインでさ、はい、ずらっと見てるけど、うん、古田でしょ、はい、野村健次郎でしょ、金本、後の監督をやる人が3人も入ってるというね。本当だ。やっぱりこうね、タイトル取ったりとかベストナインやられる方が監督だったりコーチだったりとかっていうことになっていくんですかね。でもこの3人っていうのはやっぱり人格者でもあるしね。そういう部分でもっていうことなんですね。そうだね。はい。はい。そういうこと。で、セリーグ、どういった選手が、それぞれ活躍したのか、ベストオーダーをまず見ていきたいと思います。はい。まずはちょっと最下位だった阪神からなんですけれども、まあ、ずらっと並んでますけれども、はい、どうですか。まあ、新庄選手や檜山選手なんかもベストオーダーに入ってきてますけれども。新庄とかはもう確固たるレギュラーになってるよね。もうこの年には。まあ、そうですね。もう6年目。ですし、やっぱりもう引っ張らなきゃいけない選手になってるよね。はい。あと先発で2年目の藪投手がちょっと出てきてますね。まあ7勝13敗ではありますけれども。まあまあでも阪神はやっぱりこう優勝してから低迷期に入っちゃったよね。そうですね。なかなか浮上していけないというかさ、うん、だからまあちょっと苦しいシーズンだよね。まあ外国人がパッとしなかったっていうのもあるね。やっぱバースとどうしても比べるからさ。バースがすごすぎるっていうのもある。いや、すごすぎるんだよ。まあ打線の特徴ははい、グレンとクールボーの両外国人のおかげで打線として機能はしたが、期待の石峰、新庄のホームランの数が1桁台なのはとても期待外れだったと。とてもをつけてます。まあ、石峰もね、阪急から、はい、FA で入ったけど、うん、まあそんなに活躍できなかったよね。あ、そうなんですね。うん、まあ期待はしたんだと思うけど。はい。で、うん、投手陣は竹内が中継ぎメインで2桁勝利者となった以外は負けが先行する成績だった。そうだね。最下位ということでしょうね、はい、この結果が。で、5位の中日です。どうでしょう、はい、ベストオーダー、今出てますけれども。まあ、悪くはないと思うんだけどね。立浪、種田なんていうのは嫌だったしさ。はい、あと山崎武さんもですよね。あ、いるよね。はい、5番にレフトでいますし、大鵬選手もいるし。だから悪くはないと思うんだけど、ピッチャーがいなくなってんじゃないの？確かにそうなんですよ。ピッチャーが。そうなんです。まあ、ちょっとオーダーの特徴なんですけれども、まあ、前の年課題だった5番打者に山崎が台頭してきた。ただ全体的に打力が低下、あんまり打つ印象の少ない打線だった。で、前の年同様、抑え不在だったと。で、さらに山本昌が戦列を離れ、苦しい台所事情だった。まあ、やっぱもう抑えが確立されてないとさ、はい、やっぱもう勝てない時代に入ってきてるもんね。で、まあ打線はパウエルなんか首位打者取ってるしさ、打線的には俺悪くはないと思うんだけど、うん、やっぱりいい選手とまだ成長過程にある選手の差が大きかったんだろうね。あ、そこが埋まらなかったってこと、うん、だと思うよ。さあ4位の横浜ベストオーダーです。なんか豊さん学校にいないのはちょっと寂しいんですけれども、なんで？いや、今まで必ず1番か3番にこの高木豊という文字がそうあったから、はい、その代わりとは変ですけど、1番に春さんが入ってきてたりとか、一気にメンバー変わってますね。変わってる。だって大量解雇からさ、やっぱ変えざるを得なくなったというかさ、積極的に若手を使い出してるっていうこともあるよね。なので、まあここに6番駒田さんが入ったりとか、あとまあローズ、あと石井、鈴木、そうですね、新たなメンバーが入ってきてます。で、石井はその前ぐらいから出始めてるけどね。本当にメンバー変わって、そのピッチャー陣も先発に斎藤隆さんが出てきたりとか、はいはいはい、あと三浦番長、三浦もいたけどね、太陽時代にもね、あ、はい、でも本当に経験がなく若手だったから、でもこのぐらいからまあまあ頭角を表してくるよね。だからピッチャー陣がまあ揃ってきたのと、はいはい、まあ、春が入ったことによって、うん、まあ、石井が生きるというかね、これ春が一番になってるけど、はい、石井春だったからね、大体が。あ、英語だったんですね。そうそうそう。3年目のローズがブラックス以上の成績を残したと。で、はいはい、1番の春は定着しつつあった。で、中継ぎの島田が先発なしで10勝を挙げた。はいはいはい。うん。まあそういった特徴になってます。まあそうだね。はい。でも選手は揃ってきてるよ。あ、徐々に徐々に。3位の、ジャイアンツ。見ていきますけれども、ジャイアンツもやっぱりガラッと変わってきてますね、メンバー。ただやっぱり外からの選手が多いです。そうだね、うん、はいはい。例えばやっぱ外から入れるとさ、うん、やっぱ新しい地でいいんだけど、活性化するにはね、うん、だけどやっぱ入ってきた選手が慣れるまでにちょっと時間かかるよね、やっぱりね、 FA とかで入ってくると馴染むまでにってことですよね、うん、だからそういうところでバランスが少し崩れていってるかなって、チームのね、うん、まあ、落合さんが入って広沢がいてってすごい打線ですね。松井もいるってすごいけどな、これでもすごいけど、なんで勝てなかったんだっていうことだよね。そうなんですよね。でベストオーダーの特徴なんですけど、まあ、ヤクルトから広沢、ハウエルが移籍し、さらに新外国人のマックが加わり、打線に厚みが増した。ただ、うん、桑田が試合中の怪我で戦列を離れ3本柱を返した。そうだね、はい、まあちょっと飛びついて取って人体かなんかをやっちゃった年だったかな。あ、そうだったんですね、うん、そうだね。さあ2位の広島、ご覧のようになってますけれども、どうですか、うん、メンバー見て。いや、いいメンバーだよお前江藤さんに金本さんになあ、野村がいてさ、はい、尾形さんも尾形がいてって、はいうん、まあキャッチャーが瀬戸ってなってるけど、はい、これはうん、ちょっと弱いかな、キャッチャーがな。うん、ピッチャー陣はもう大野さんが19年目で40歳になってたんですよね。あ、そうだね、うん、大野さんももう力の衰えは隠せなかったかな。あ、そういう年になってきてるんですね、うん、でベストオーダーの特徴としては、金本が5番に定着したが、前田の代わりになる3番バッターがいなかった。で1番打者で3割30本以上の成績を残した野村はただすごかったと。で投手陣では新外国人チェコがエースとなり15勝を挙げた。また新人山内も14勝を挙げた、うん、前田智則選手がいや、うん、大きかったな。前田は出塁率も良かったし、率は残せるし、勝負強いしさ、はい、なぜいなくなったかということだよね。そうですね、後で言うけどね。さあそして優勝したヤクルトのベストオーダー、はい、見ていきます、はい、1番飯田、2番稲葉、3番池山、はい、4番オマリ、5番古田、6番、畑で、7番がミューレン、そして8番が土橋、はい、ということで、まあはい、すごくコンバートがね、野村さん当たって、まあ、飯田がキャッチャーだったんだけど、はい、コンバートしてるでしょ、足が速いしみたいな、はい、で畑もライトに入ってるんだけど、はい、畑もキャッチャー出身でしょ、でもバッティングが良かったんだよ。だから古田がドスッと座るから、うん、そのメンバーをコンバートして戦力にしていったというさ、はい、それがうまく当てはまったんですね。うまく当てはまるというか、はい、その質を見てるんだよね、野村さんって。やっぱオマリーの加入もでかいよな。ねえ、私オマリーがヤクルトに行ったのってちょっと記憶になかったです。阪神のあれだったので、はい、あと稲葉さんがもう1年目で出てるんですね、うん、あと宮本慎也さんが1年目で入ってきてます、控えですけれども、控えな。あとはまあピッチャー陣、そうです、先発山部、ブロス、石井、伊藤、あと吉井雅人さんもここに入ってきてますね。で、うん、抑えはもう高津さんです。あ、まあ石井が大きかったね、石井ピン、うん、和久がやっぱり力があったよ、ボールに。まあそういうとこだな。はい。で、まあ、ベストオーダーの特徴としては、阪神から移籍のオマリーが阪神時代より打って打線は強固になった。で優勝チームにありがちな5人の投手が2桁勝利し、高津も絶対守護神となった。これやっぱね、野村さんのリードの教え、はい、そういうのがもう本当に古田に浸透したというかさ、うん、まあこう完成度に近いようなチームにどんどんなっていったよね。そそうですね、この時のヤクルトやっぱ強かったですからね。強い、はい、さあそれではこの1995年どういった1年だったかを振り返りますけれども、まず1月9日です。近鉄バファローズの野茂英雄が任意引退選手として球団を退団し、メジャーリーグに挑戦すると表明。なあ、衝撃だったけどね。やっぱりさ、選手間ではさ、そのメジャーのルートなんてなかったわけよ。で、行きたいという考えを持ってる人っていうのもちょっと少なくてさ、はい、行くはずがないと思ってたのが、野茂が門を開いていくんだよね。これは近鉄とずっと何か交渉してたんですか？やってたし、いやそら野茂わがまますぎるよって思ってたんだけど、はい、もうメジャーに行くためにはもう近鉄のユニフォームはもう絶対着ないとか、はい、なんか言ってたんだけど、なんかそういう人がいないと、やっぱ道は開けないんだなって改めて思うよね。2月13日、野茂英雄が、メジャーリーグのロサンゼルスドジャースと契約をします。俺は学生の時さ、日米野球でロサンゼルス行って、はいはい、ドジャーススタジアムを使わせてもらったんだよね、うんうん、試合やるのに。もう名門じゃない、憧れじゃない、あそこと契約したんだと思って、うん、びっくりしたよ。あ、ゆうたろうさんびっくりしてたんですね、このニュース。いや、日本人でもしてくれるんだと思って、もうすごいなと思った。そうですよね。いやだからいろんな交渉とか代理人とかいろいろね、いろいろあったんでしょうね、うん、そのだって俺ドジャースの、はい、野球のスタジャン持ってたもん。いや一ファンじゃないですか。もう一ファン。これを野茂は着るっていうわけだからさ、いやすごいなと思った。で、4月15日です、巨人の落合博満が東京ドームでの阪神戦6回裏に2号本塁打を放ち、はい、プロ通算2000本安打を達成、迷宮会への入会は辞退すると試合後の会見で表明した。と思ったよ。なんで辞退しちゃったんですか？迷宮会に入るために俺は野球をやってるわけじゃないっていうことだったんだ。いやいや、だからまあ、はい、その気持ちもわからなくはないよ。別に記録のために野球をやってる人っていうのはいないと思うんだよ、うん、だけど、うん、その人の行為を無理するというのはさ、うん、なかなかでも言われてみればそうかなと思うよね、うん、迷宮会会員に資格ができましたよって、うん、いや別にそこは俺目指してないからって、いや別にもう面倒くさいことはいいですみたいな、はい、新しいなと思ったよ。そうですね、なんかまあ落合さんらしいというからしいよね、ですよね、はい、で、4月の28日です、プロ野球実行委員会が開かれ、阪神大震災の復興チャリティー試合を7月14日福岡ドームにて行うことを決定。この年衝撃だったな、はい、阪神淡路大震災なあ、1995年1月17日、はい、起きてテレビ見たときになんか火の海になってるような感じがして、最初地震が起きました、はい、うん、見ました。ああ大変なんだろうなと思いながらそんな感覚でいたんだけど、はい、もう被害がどんどん広がっていくじゃない。でその年俺神戸に野球の取材かなんかで行った時にさ、やっぱ駅前にもブルーシートが張られてそこで生活してる人たちがたくさんいたけど、はい、うん、もうほんと大変な年だったな。そうですよね、うん、私もまだ学生だったんですけど、なんか現実なのか何かが本当にわからないような、テレビで見ていてもうそういう状態だったよな、はい、だからこその豊さんが最初に言っていたそのオリックスが優勝したっていう、いやー頑張ったと思うよ、俺偉かったと思うよ、うん、頑張ろう神戸でしたもんね、うん、だから人の思い、その頑張ろうとする力、うん、よし見ててくれみたいな、はい、それで優勝できたオリックスっていうのは素晴らしかったと思うよ俺は、うん、そうですね、勇気を与えたと思うよ、みんな頑張ったらできるぞっていうようなさ、うん、そういう年だったと思うからね、はい、うん、うん、そして4月30日です、ドジャースは野茂英雄とのマイナー契約を見直し、メジャー契約を結んだと発表。日本人選手として1965年村上以来2人目のメジャーリーガーとなります。さあそして5月の23日になります。広島の前田智徳がヤクルト戦一塁を駆け抜けた際に右足のアキレス腱を断裂。なんていうのかな、断裂っていうのはさ、はい、普通の生活には、まあ、治れば支障はないかなと思ったんだけど、はい、やっぱバッティングって足腰じゃないを非常によく使うし、で、ましては外野手でしょ。前田も終わったかなと思ったよ。ああ、この時の怪我で。うん。だけどそっから、まあ、彼の中では復活は全然しなかったっていうふうに思ってると思うけどね。元の前田には戻れてないと。うん、でもそっからのやっぱ努力というか、それはなんていうの、その後2000本まで到達するけどさ、立派だったなと思うよね。ただでも広島にとってみれば、この前田投手の痛かったっていうことですよね。いや、めちゃくちゃ痛いよ。そして6月の8日になります。近鉄の石井宏が、西武球場での、西武戦4番1塁で先発し、362試合連続先発4番打者として出場のプロ野球新記録を樹立します。いやだけどさ、うん、歴代でさ、はい、4番バッターって言ったら長嶋さんとかさ、はい、落合さんとかさ、うん、いろいろいるじゃない。でも、うん、360何試合362試合連続です。やっぱみんなコロコロちょっと変わってんだね、打順って。いや、そうなんですよ。だから数字を見るとやっぱり石井さんがすごいですけど、記憶の中だとやっぱりちょっとなんかあやふやになってくるんですね、イメージ固定観念というか。だから362試合4番を務めた、うん、それが記録なんだと思ってさ。いや、すごいですよ。びっくりした。うん、そうですね。なんか改めてあっていう。でもさ、それだけやっぱり石井っていうのは信頼度があったんだね。いや、そうですね。4番としてのいて前打線でな、うん、はい、いやすごいことだと思います。あの猛者の中でだよね、あのね、バッターみたいな、あのメンバーの中で4番をそれだけ外されなかったっていうのはすごい立派だったよね、うん、はい。そして7月11日です、野茂英雄が日本人として初めて MLB オールスターゲームにナショナルリーグの先発投手として出場します。もうびっくりしたよ。日本人があってオールスターですよ、あのメジャーでって、うんうん、先発それもって、うん、びっくりしたよ。だから今でこそもうね、まあ、当たり前と言ったら変ですけどなってきてますけど、その当時センセーショナルというかやっぱすごいっていうことですもんね。すごいよな、うん、だ野茂の偉大さだよ、はい、やっぱ改めてすごいです、ね、うん、で次8月26日です、オリックスの、佐藤義則が藤井寺球場での近鉄戦に先発し、ノーヒットノーランを達成。40歳での達成は史上最年長。すごいよな、40歳だよ。ただね、やっぱり昔のピッチャーって完投能力があったんだよ。だからできたんだよね。これがいつもさ、はい、6回とか7回で降りるようなピッチャーが、うん、であればなかなかやっぱチャンスはなかったと思うけど、はい、やっぱ昔はもうマウンドに上がったらもう完投当たり前っていうようなエースはね、そういう環境でやっぱり佐藤さんなんていうのは育ってるから、まあ、できたんだろうね、40歳でも、うん、いやでもすごいですね。すごいよな、はい。うん、そして9月19日です、オリックスが西武球場での、西武戦で6対2で勝利し、11年ぶり12度目のパ・リーグ優勝を達成。オリックスになってからは初ですね。みんなに勇気を与えた優勝だったね、本当に、うんうん、立派だったと思うよ、その年のオリックスは。で9月30日です、ヤクルトが神宮球場での巨人戦に5対1で勝ち、2年ぶり4度目のセ・リーグ優勝を達成します。強かったね、はい。で10月1日です。巨人の原辰徳が今季限りでの現役引退を申し入れて球団に了承されます。やっぱ原と俺歩んできたっていう気持ちがあってさ、はい、で高校の時1年の時から甲子園で原を見た時になんとなく縁を感じてね、俺もプロ野球が夢だったし、もちろん彼もそうなんだろうなと思いながら、うん、ずっと歩んできて、で大学の時全日本で初めて会うんだよね、うん、全日本のユニフォームを着て3年の時に、まあ、そっからの友達関係が続くんだけどさ、なんかあいつが原がユニフォームを脱いだら俺たちの時代が終わったっていう一つの区切りだなっていうのを感じた瞬間だった。それよりちょっと一足先に豊さん引退されてますけど、1年前にね、うん、けれども、うん、やっぱり原さんの引退っていうのはやっぱりすごくちょっと一つの時代がっていうのもあったんですね。そうだね。まあ俺らの、同級生のシンボルでもあったからね。だからそういう思いで、引退というのはなんかこう原の引退というのは寂しく感じた。そうだったんですね。そして10月16日です、横浜はバッテリーコーチの大矢明彦の新監督就任と一軍コーチングスタッフを正式に発表。なんでやねんって思ったよ。あ、その時ですか？いやいや、もうその時からさ、OB を監督として据えないんだよね。なんでなんですかね。なんでなんかなと思うよ。あるんですか、そういうの。その大家さんがダメだって言うんじゃないよ。大家さんでどうのこうのっていうわけじゃなくて、いや OB を、OB でやらせろよみたいな、そういうのはあった。あ、思いあったんですね、豊さん。やっぱりさ、各球団がさ OB を採用してんのに、なんで太陽だけ OB をさせないんだみたいなさ。それだけ優秀なやつがいなかったってことだよね。いや、それはないと思いますけど、なんかいろいろね。結果的にそうなのかもわからないけど、だけどやっぱりさ、なんか愛してやまないチームじゃない。出身者としてはね、OB とすれば、でも期待はしたよね、いろんなことに。で、翌日です。17日、千葉ロッテマリーンズは監督のボビー・バレンタインを解任し、後任にはヘッドコーチの江尻彰が就任すると発表します。江尻さんというのは太陽出身者なんだ。あら？他で監督やるんだったら、ここでやってよ。太陽で横浜でやってよみたいな、ベースだってやってよっていうような、他で認められてるのに自分の球団では認められないというさ。なんかちょっとおかしな現象でしょ。うんってなっちゃいますね。でしょ。はい。その思いもあったわけよ。あ、そうか。さっきの下りから。なるほどなるほど。それがね、16、17日で続いてますもんね。そう。で、10月26日です。日本シリーズの第5戦が神宮球場で行われ、ヤクルトがオリックスに3対1で勝利し、4勝1敗で2年ぶり3度目の日本一を達成。なおシリーズ打率、5割2分9厘のトーマス・オマリンがシリーズの MVP に選ばれます。冒頭にも言ったけどさ、イチローをねいかに封じるかという日本シリーズで見事それを達成できた、ヤクルトが勝ったということだよね。そして11月9日です。ドジャースの野茂英雄が、日本人として初めてナショナルリーグの新人王に選ばれます。なめんなよと思ったよ。新人王っていうことがですか？もう新人じゃねえよなとか思いながら見てたんだけど、そら新人王ぐらい取るよなみたいな。すごいですね。いや、もうその1年の経緯を見てくるとさ、でもやっぱすごいよね。すごいことをやっぱやってのけたよね。だから近鉄と争ってた時代も知ってるわけじゃね、桃がね。でもちゃんと確固たる実力を証明したというね、野茂は立派だったなと思うよね。そうですね。だから95年というのは本当に日本人がメジャーに行ける道を作ってくれた、そのメモリアルな年っていうことですよね、まさに。だから1年前に俺野茂と対戦してるんだけど、日本ハムに入ったから、嬉しかったね。メジャーリーガーと対戦ができてるっていうことが、今となって野茂の球も見てるから野茂を語れるというさ。その時の対戦成績はどうだったんですか？どうなんだろうね、あんまり覚えてないんだけど、そんなに三振はしなかったんだよね。そうなんですね。じゃあ打ってはいるんですね。多分手抜いてたな、野茂が。なめられてたと思う。そんなことはないですよ。11月22日、これドラフト会議ですが、PL 学園の福留孝介は高校生として最多となる7球団の競合の末、近鉄が交渉権を獲得。当たりくじを引いた佐々木監督はよっしゃーと絶叫したが、その後福留は入団を拒否。入れなくて、日生かなんかに行くんだよね。なるほど。行きたい球団というか。入れるんだよね。で後に中日。7球団だよ、高校生に。もう大物って言われてすごかったんですね。めちゃくちゃやっぱ甲子園でも物が違ったもん、見たときに。やっぱその前に立浪も中日入ってるしさ、やっぱ立浪と一緒に野球をやりたいという。なんかそういう思いをなんかちょっと聞いたことあるんだよね。やっぱ中日に行きたかったんですね、だから。中日に行きたかったんじゃないのかな。でもそのまま入れてよかった、でも7球団ってすごいよな。というわけでな、まだ金髪は惜しかったな。そうですね、欲しかったでしょうね。うん、よっしゃーの後のよっしゃーがっくり感がなんか伝わるよな。ですよね。さあ95年を見ていきましたけれども、はい、まあでもね、この年はやっぱり阪神・淡路大震災の、そういう心が疲弊しているところにオリックスが頑張って希望の火を灯したという、そういう年だったかなと思うよね。そうですね。日本一にはなれなかったけど、オリックスの戦い方、オリックスのメンバーのその躍動感、それがなんか伝わってきたようなシーズンだったね。そうですね。はい。はい。今回は95年を振り返りました。はい。